はい、こんにちは。皆さん、ティンカースチャンネルへようこそ。前回は8月の17日配信のジョセフ・ティーテルさんの配信の日本語版をざっくりお送りしました。で、そこで、いろんなことを予言していらっしゃったんですけども、ちょっと私がまず気になったのが、今回この、今回この配信で、8月の、最近23日に投稿された彼のジョセフ・ティーテルさんの配信をまたお訳して出したいんですけども、ただその前に前回の予言のところで私がちょっと思った私的な感想と思考をちょっとお話ししたいと思います。その8月20日の日にプリシャドウ・フェイス・オフ・サイン・オフ・バーゴに入ります。その点、ちょっと私いつも申し訳ない言ってたのが木星って言ったんですけど、水星ですね。水星が天秤座の真逆になる動きに入ると、そこを真逆になるところまで進むようにスタートすると。で、月が満月になった時、その後2022年の 3回目のエネルギー移行を迎えるって言ってたんですよね。で、バランスを取るのに必死になる月っていう風に言ってて、だいたいこの、9月の月にいろんなことが起きるという風に言ってるんですけど、なんかたくさんの問題が起こるって言っていて、なんか罪が正義で裁かれますみたいな言ってたんですけど、ただ日本では9月27日といえば国葬じゃないですか。で、この間もニュースで、2億いくらの警備費ですとかそういった費用を算出して、閣議で決められたみたいなことを言ってたんですけど、でも専門家が言うには、30億以上はセキュリティ、要人セキュリティですとか、その皆さんが入場する、国葬でお参りにいらっしゃる、お祈りにいらっしゃる方がいろいろ来るので、その警備ですとか、その警備の人たちの、福利厚生ですか、そういうのを含めて、全部含めて30億以上かかるっていうふうに言ってる中で、2億ちょっとそこそこの費用でちょっと足りるのかっていうのも微妙ですし、多分それは一部しかテレビでは報道してない部分の金額を言っていて、全部を見るともしかしたら30億円以上かかってるのかもしれないっていうところがあるじゃないですか。で、そんなに警備が必要な大ごとのことが9月27日に起こるというのは私は頭の中にあって、で、ジョセフさんの話を聞いてると、いろんなことが起きるっていうのが、航空産業のトラブルが起こるかもしれない、衛星が落ちてくるかもしれない、闇の組織が暴動を起こしその痕跡を消そうとしている、それは消すのは無理ですっていう予言はしていらっしゃるんですね。でも何かが起こるっていうことを言ってるので、その国葬で何かが起こるかもしれないってちょっとそわそわしました。皆さんどうですか？でも何があっても、ジョセさんが言うには何があっても冷静でいてくださいというふうに言っているので、どんな時代もどんな時も自分の気持ちが冷静であるということはすごく大切だとは思うので、そこでちょっと私はハラハラして、で、あと私が聞いてるのが、とある YouTuber の、方が言ってたのが、そのもしかしたらその国葬行われないんじゃないか、行われますけれども、そこを利用して何か日本の政治、例えば警備に何かが不適合があったりですとか、して、そんな事件なのかもし起こってしまった場合、射殺の時もそうでしたけど、その警備が手薄ですとか、そういうことがやっぱり問題視されている中で、さらにまたそういったことが起こったとしたら、それに対して法律また作ろうとしてさっさと決議しちゃうんじゃないか、みんな怖いって言って、もう早くなんとか、対策しないとってみんなこう慌てふためくと思うんですよ。その外国資本の人たちが、日本の警備が手薄のくせに、手薄で私たちの国の要人が、傷ついてしまったりとか、そういうことがもし起きてしまったら、日本はすごく責任を感じると思うので、同時に多くの国民もきっと、大変なことになってしまった、これだからダメなんだ、こういう法律を作ろうみたいな動きをするために、もしかしたらわざとそういう事件が起こるんじゃないかなっていう予想してる YouTuber もいらっしゃって、なんかそういうのを聞くと、なんかさらっとはいかなそうですよね。ただでさえ日本の国民の多くの方が 70% 以上の方が国葬反対しているっていうのがアンケートで見られたりするぐらいなので、となるとなんか
日本の人たちが何か直感でそれを感じているのか、何かおかしなことが起こる、まあ、とりあえずその税金を使われるっていうのが嫌だっていうふうにシンプルに思っている方もいらっしゃれば、何か漠然的に国葬って必要なのっていうことを思って反対している人もいるし、まあ、強く何かを思って反対している人もいらっしゃると、まあ、それぞれだと思うんですけども、何かを感じて反対って言ってるかもしれないですよね。なんか起こりそうじゃないですか。私ちょっと私の気持ちの直感だと何かが起こるんじゃないか。だってその元首相がこうやられてしまったあの事件も解決してないじゃないですか、まず。で最初にその搬送先にいらっしゃったお医者さんの方の証言と、警察がその最後に死亡解剖ですとかそういうのを全部終えた上で出すその状態っていうのが違ったじゃないですか。医学的に心臓にダメージがあったない、ね、あとはその弾が入った位置がどうだらっていうのもちょっと二転三転して、まあ、警察が答え出してますけど、実際にまだ裁判も始まってないですし、弾も、その同じ弾だったのかっていうのも発表されてないですし、しかも1個しか見つかってないですよね、体からは。2発入ってるのに、でなぜかそのもう1発がない。まあで、まあ、2発撃ったので6弾ずつ入ってたとしたら、ね、あと10個ぐらい見つけなきゃ、まあ、17個、あ、11個ぐらいか見つけなきゃいけない、まあ、あと 10個ぐらいかで、多分駐車場に入ってる弾もあってとかして、多分何個か見つかってると思うんですけど、まあ解決はしてないですよね。あんなにこうね、国葬ぐらい、国葬するぐらいの方のことなのに、国民にそういったことをしっかりと伝えないまま、そういった国葬しますって勝手に48時間以内に決めちゃった、そういうのがちょっと私はなんかおかしいなって思いますし、そうした後に国旗を半分下げる、半旗しましたね。でもあれが起こった後すぐに外国の諸国は反旗したらしいじゃないですか。でもなんでそんな、ね、反旗しない国の首相がじゃあ閣議で、まあ、国葬することにしましたってなるのかちょっと不思議ですし、それでなぜかその山、その容疑者の精神鑑定があるので11月まで裁判延期みたいなことをニュースで言ってたじゃないですか。でじゃあね、国葬やります、まあ、それが自然、国民もじゃあ受け入れたとしましょう、もし、ね、もしの話で受け入れたとして、で国葬いいですっていう雰囲気になってるとしてもですよ、あの事件が解決しないっていうことは、まあ、事件なのでそうそう解決するには時間がかかると思うんですけども、どうしても考えちゃう人の立場からすると、あの国葬ありきの事件だったんじゃないかな、逆に思っちゃいますよね。その国葬をやることによって、やってそこで何かを起こすことによって何かが実現するっていう道筋がもし立っているとしたら、すごく怖いですよね。だから私はそのそういったこと、内容は私もわからないですけども、もしそういうことがあるとしたら、国民はもしかしたら直感で私みたいにちょっと国葬危ないんじゃないかって、いろいろ、まあ、こういうご時世ですし、台湾の問題もあったりですか、中国の力がこう日本に入ってきて、すごい入ってきてるじゃないですか、企業とかそういう土地が買われたりですとか、外国資本が入ってきているのは事実なんですよね。その安倍政権の時、まあ、小泉政権もそうですけども、そういう民営化ですとか結局外国資本の資本が日本に入ってこやすいように作っていったのが、あの政権ですから、ああいった政権ですから、現に中国の留学生ですとか、まあ、例にとったらやったと言いますと、バイトしてお金稼ぐのがいいっていう風になってるんですよ、日本で。日本、あの 中国留学生が日本でバイトしてもいい、まあ、お金を稼いでもいいってことになってるんですね。でしかも生活保護も受けていい、で確か所得税、それちょっと忘れちゃったんですけど、所得税払ってなくていいって言ったのかな、ちょっとそこちょっとですね、私非課税、まあ、ちょっと覚えてないですけども、でも日本が中国に行ったらで働けないですよ、学生ビザだと。もちろんあの生活保護もそんなの保障されないでしょうし、だから外国資本にはご非、なんていうのかな、いいようになっちゃってるっていうのが現実でね、えそういった力が入ってきてる中で、そういった国葬が行われる、でじゃあそのあの事件は中国の人が起こしたのかって言ったら分からないし、でも何か誰かが何かを隠してるのは間違いなさそうじゃないですか。あんな、ね、解剖結果と最初の医者がこう、ね、胸を開けてみた、で出血のところを見た、
心臓がどういった状況になっているかも目視して、しかも検査して分かってるっていう、その治す人が穴が開いていたって言っていたのに穴が傷ついてなかったみたいな報告した、おかしいですよね。だからそういうことをいろいろ考えると9月はいろんなことが起こるんじゃないかっていうふうに私は思っちゃいます。で今週の、8月23日 It's here, prepare yourself っていう題のジョセフ・ティッテルさんの動画のちょっと、コメントを言わせて、コメントと言いますか、日本語版を言わせていただくと、まあ、ざっくりですけれどもね。で8月20日から始まった3回目のエネルギーシフトはどんどんその力を増してきています。で個人レベルでも宇宙レベルでも同じようにどん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 力が大きくなってます。で水星の、この間ちょっと木星って言ってましたけども、水星ですね、すいません、訂正させてください。水星のプレシャドウサイクルは天秤座の中で起こり、その天秤座の中でその逆行するその双子座も、あ違う、プレシャドウサイクルはその逆行の前のサイクルは天秤座の中で起こり、それは双子座と同様に水星を基準としていて、で双子も天秤座も、水星の逆行の中で一応起きるんですね、そのサイクルが。なので9月9日のパシフィックタイムでまでこれがダブルで起こる、逆行がダブルになっていることですね。で天秤座の時に起こる水星の逆行は、天秤座を意味する裁きの事態がたくさん起こるっていう、この間も言ってましたよね、それが起こると。で水星の逆行は満月になってから数時間後に起こり、確か6時間後でしたよね。でそれが2022年3回目のエネルギーシフトに入ったことを意味します。で満月になってから6時間後にエネルギーシフトですね。でそのエネルギーシフトに入ったらすごいいろんなことが起こるっていうふうにこの間も言ってましたけども、今回も言ってて、感情的になることが起こりますけども冷静でいましょうと、またね、まだまだこれからどん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 激しくなるので冷静でいましょうって言ってます。まあ、エネルギーシフトなので覚醒にのきっかけになることがいろいろ起こると、だからもう何ていうのかな、平手打ちされたみたいな感じ、起きろっていうふうに言われるようなことがたくさん起こるっていうふうに言ってます。できるだけ、まあ、手放す、まあ、精神的にも肉体的にも手放すということを心がけること、だからレッカーをですね、こだわらず精神的にも肉体的にも手放すことを心がけて、新しいことを始めるのは良くない時ですね、その、ね、逆行になるので、だからすでに始めていたことを終わらせるというのは、まあ、いいですけども、何か契約書にサインしたりですとか、そういうのはお勧めできないですね。で10月末にサイクルが終わるまで、まあ、そういった方は待ちましょう。電子機器などを使うときには支障が起きることが多くなるかもしれない、まあ、そこ言ってましたね、この間も。まあ、このサイクルにはそのサイクルを受け入れて学んで順応していく努力というのが必要、そうすることによっていいエネルギーになります。で忍耐っていうのがすごいキーワードになるので、10月末以降は個人的にも宇宙レベルでも大きく何かが変わるので、忍耐です。何が起こるでしょうね。でエネルギーシフトの時は太陽エネルギーとぶつかるので、未だかつてない太陽フレアが起こるかもしれない。太陽フレア、まあ、太陽エネルギーは天災を起こしやすいので、気候変動や地震、そういったことが起こるので、もしかしたら電気機器などが支障を来すかもしれないですと言ってます。で9月9日から、まあ、10日にそのエネルギーシフトが完成するんですけども、まあ、そういった事情で電子機器が支障を来すことや気候変動、まあ、太陽フレアなどを危惧して電気、食料などを備えましょうというふうに言ってますね。で、トンガの火災が、まあ、連続的な大地震が起こるでしょう、まあ、3日連続で火山が噴火してその後地震が起こるでしょう、おそらく9月10月頃な気がします。年末にかけて激しくなっていきますねっていうふうに、まあ、でもスピリットは12個以上の火山が爆発するって言ってます。ただこの農業の問題に関して、まあ、食糧難にどんどん刻々と近づいてるっていうことなんですけども、まあ、今も始まってるんですけど、まあ、アメリカではアーミッシュという、まあ、自分で自家栽培してお水とかもタンクとか水道局とかそういうの使わずに自分たちで全部賄ってるアーミッシュっていう人たちがアメリカにはいるんですね。なんか宗教みたいですとか、まあ、伝統の人たちが、まあ、宗教の人たちがいて、まあ、これをアメリカ政府が規制をかけることをやり始めるというふうに言っていて、もうこれがダメになったらもうすごいもう完全にちょっとアメリカ危ないですねという方向に進んでますねっていう印象があるというふうにジョセフさん言ってますね。で、通信企業の AT&T がまあ破産しかかってるっていうふうに言ってます。で、まあ、3200年ごとにポールシフトは起こるので、
前回はノアの箱舟の聖書に書かれているあの時で、その前々回は6400年前マヤ文明が消えた時なので、今起こる、確実に起こるので、物理的に地球がくるっとひっくり返るのではなくて、あくまでも磁場がシフトするので、どん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 その磁場がずれていっているので、いろんな自然災害が起こりやすくなっていると。でコットンも不足、コットン不足がまあ増えているというのと、あといろんな農場が燃えてしまって、アイダホではポテトが不足している。でもその最中ノースダコタ州で、ビルのゲイツさんがポテト農場を購入しているので、まあ、それと関係があるのかもしれないですねっていう話ですね。で43年ぶりに、まあ、1979年3月以降以来ですね、43年ぶりに今までにない速さで食料価格指数っていうのが 13.1% も上昇している。まあ、とりあえず AT&T のことに関しては、まあ、世界の企業そこら中で合併が多いですけども、まあ、地球規模で言ったら、まあ、上の人たちが目指しているのは全てが統一することだから、世界政府だったり世界通貨、まあ、統一したいんですね、システムを。いろんな、まずインターネットも携帯電話も電気もどんどん合併して統一していきますって言ってますね。11月12月に、まあ、いろんなハリウッドの有名な人たちが摘発されると。まあ、誰かわからないですけども、まあ、スピリットにはあっと驚くような、まさかと思うような人が何かそういった摘発を受けたり、大企業の重役とかも、まあ、摘発されるでしょうと。あとは DT 元大統領についてですが、アメリカ大統領ですね、まだ、スピリットはわからないって言ってますけども、まあ、なんか冤罪か何か捕まりそうですね。何か問題が起きるというふうに言ってます。まあ、AI 技術についてはまあ、イーロン・マスクが言うように AI は人類にとって一番の脅威だと言ってますよね。だから、まあ、アメリカの自動車産業も EV 自動車産業に変わっていってるので、まあ、ほとんど全部発端してテスラだけが残るかもしれない。まあ、テスラもアメリカの企業とは言えないですけどもねと言ってますね。まあ、引き続きリコール、野菜、果物、まあ、いちご、ほうれん草、缶詰の野菜、豚肉、ベーコンなどなど、ナッツとかもそういったこともなんか回収騒ぎとかが起こりやすいっていうふうに言ってます。あと政府は、世界中の政府は全部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 腐敗していますっていうふうに言ってます。まあ私の目からしたら元大統領の DT さん、最初私も、ね、大統領選挙前ぐらい、まあいい人というか、まあ大統領として戦争もしなかったですし、いいんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっとねやっぱり注射のことで肯定的で、どん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 私が、ね、いち早くみんなに広める、打てるようにするっていう風に掲げている人だったので、これは私の見解ですけども、私の気持ちと考察ですけども、ちょっとねいい人っていう風に光の勢力 DT さんみたいな風に言ってる人が結構いるんですけど、私はちょっとそうは思わないですね。もうただ上の派閥が違うだけで、人々を救おうというですとか、なんかそういった感じも多分、ちょっと私は正義とは、まあ、正義って何なのっていう話なんですけど、清くはないですねきっと、今も大統領選挙やってますけど、みんなすごいじゃないですか TT さんのファンは。だけどね、もしあれがカルトの教祖みたいな立場だったらね、危ないですよね。みんなわーってやったーって DT さんに群がっていって、でも DT さんが悪の根源だったら超怖いですよね。まあ、そんなことはないかもしれないですけども、ただまあ全部が何か悪いことしてますと、世界の政府の全部 誰かしら悪いことしてますというふうに言ってます。で、まあ、2025年まではいろんなことが起こりますというふうにジョセフ・ティーティーさん言っていて、あと北の国と南の国の半島の人たちは12月ぐらいに打ち合いになるかもしれないと言ってます。で、世界で干ばつが起こるので、運輸船が泥の中で、まあ、停留してしまうような、そういった事態が起こりそうだと言ってます。まあ、あと極端に洪水というのも9月10月ら辺で起こりそうで、まあ、予想もしないような、いつもと違うような場所で起こります。まあ、中国、インド、まあ、ロシアなど、まあ、ロシアは水の上に氷が張っているような、そういった映像も見えるので、で23年にかけて、その2023年にかけて大干ばつが、大きな干ばつが起こった時に、その先ほどの運輸船が泥の中で停留してしまうみたいな事態が起こるみたいです。で、ヨーロッパでは、まあ、9月10月洪水が起きやすいですが、ただ厳しい冬がやってくると言ってます。まあ多分エネルギーでしょうね、私が思うに。エネルギーが、まあ、そこまでも全然戦争終わる気配ないと思うので、
まあ、9月10月は結構、ね、決済も終えて新しい年度になってさらに電気代が上がるみたいなことになるかもしれないってことですよね、きっと。で、DT さんなんですけど、元大統領の DT さんなんですけど、マーラ・ラゴで何かが起きる、まあ、CIA 関係かわからないけど、まあ、深刻にならなくてもいいです、だけど何かが起こりそうですって言ってます。まあ、世界のどこか、アメリカか、まあ、外国かわからないんですけども、議会か何かの集会の周辺で銃声が聞こえて、なんか騒ぎがあると、まあ、上院などでは、はたまた上院などでは、秘密、何かしらの秘密が暴かれるっていうふうに言ってます。でオーストラリアとニュージーランドの間で地震が起こり、これは政府のシステムに何か大きな決定が下される、まあ、合図、まあ、ここからすごいこと起こるよっていうような、その地震がそういった合図になるのではないかと言ってます。あと油田といいますか、原油といいますか、油が燃える事件ですとか、まあ、爆発とかして、で前回も言ったけども、年末のお祝いで不吉なことが起こりそうだということで、イギリスの女王はクリスマスの祝辞メッセージをもうすでに録音していると、でこれが最後になるかもしれないというふうにスピリットが言ってます。スピリットはそのスピーチを見るときに、そのスピーチによく注目してくださいというふうに言ってるって言ってますね。で何か暗殺が起こるかもしれない、どこか水辺の近く、まあ、川ではない、銃声が船で行われて沖に向かって、その海に向かって放っていると、まあ、政治的なパーティーかもしれないって言ってます。まあ、2023年には、まあ、最大の、ね、ウイルスパニックが起こったり、いろんなことが起こるので皆さん備えましょうっていうふうに言ってます。水、食料、電気、まあ、自分が必要なものを使えるように、できるだけサバイバルできるように備えてくださいっていうふうにジョセフさんは言ってます。そんなこと、それぐらいですかね、今回の8月23日の会話。さあ皆さん、これを聞いてちょっといかがですか。ざっくりなんですけども、あの彼のジョセフ・ティーテルさんの番組のですね URL を概要欄に貼っておきますので、英語の分かる方はぜひ聞いてみてください。ちょっといつもね1時間ぐらい長い動画になってるんですけども、飛ばし飛ばし聞いてもいいので、ちょっと聞いてみてください。でとりあえず私はこの後半戦、9月から今静かですけど、まあ、いろんなことが起こると思います。地震、噴火、食料危機、エネルギー危機で、法律のなんかごたごた、政治家のがいなくなる、いなくならない含めて、で11月には中間選挙があるので、まあ、それに向けていろいろあると思うんですけど、もしかして日本で何かがあればアメリカの中間選挙がなくなるっていうのもあるかもしれないですよね。だって今共和党がすごい圧勝しそうじゃないですか、民主党に比べて。なので、ね、D の S の方の人たちはきっとそれを阻止しようと躍起になっていると思うので、まあ、このプロレスを私は引き続き傍観視していきたいと思います。で次の茶番は、まあ、国葬あたりなんじゃないですかね。じゃあそんなわけで、また、面白い動画があったら、まあ、英語の動画ですね、あったらシェアさせていただきたいと思いますので、引き続き聞いていただければと思います。それではまたお会いしましょう。じゃあねー、 Tinkers Channel でした。 Thank you for watching.